こっから僕ラライイブブがあったんですよとんででですすよよともない一日ですよライブ僕、えー、赤羽の二十、えー、歳前後シアターっていうところがあるんですけれども <laughs> それの21のおえっ、ー、とね21の看護師かっていうライブまあいろいろあるんですけど80段階ぐらいあるんで二十歳前後っていうまあその完全にそ,のそこの二十歳前後シアターの人たちが主催してるライブなんです。 で完全に前19のパティシエから俺か上位3組で上がったんで今回 <laughs> 21の看護師っていうのでライブ出させてもらう言うて出させてもらったんですよねでもう行ってでそこのそ二十歳前後シアターの,その非常階段のところにうっちゃり梶原っていう芸人がいて知ってますかちょこちょこ最近ネタ番組とかも出てるじゃないですかうっちゃり梶原の相撲が大好きで,で相撲取りとも普通にこう親交があって仲良くてみたいな。 で、相撲をねあれねどっやドッキャリウッシャーみたいなこと言うじゃないですうわ知ってますうっちゃり梶ラ知らんか「びっくり土俵際の相撲取り力士に名を刻む」っていうやらすな人のやつやらすなピンと来てへんからやな皆さん「びっくり土俵際の相撲ええー、よねこの頃ロええー、よね力士にそう歴史にと歴史にをかかってるっていうね 力士に尚刻むねえ浮かない顔して座ってるんですよ普段明るいやつなんですよ「どの元気あれんやないか」って「体調悪いとかじゃないんですけど」このライブ終わったらあのお相撲さんと飲みに行くんですけどええー、やんかなんで憂鬱なのいじめられてんのかへへ」<laughs> とか言いながら「いや お相撲さんにも二2種類いて「亜種の方と飲みに行くんですよ」うて <laughs>「おい、じゃあ聞かしてくれ」言うて <laughs> 松田優作みたいな声になってましたよもう完全に「亜種 <laughs>」言うて聞いたらそのお相撲さんの中まあほとんどが皆さんが見てるあのバトルタイプっていうかその <laughs> 戦闘用ですよもちろんでも 俺は観賞用やって言ってて言る干渉用のお相撲やって言ってるいわゆるそのお相撲さんなんやけれどもお相撲さんやということでええやんっていう人種がいるんですってほんまに少ないよもうほとんどが戦闘用やけど俺ら観賞用やでっていう戦わないよっていう相撲取らずの非力士がおるんです相撲取りの力士じゃなくて相撲取らずの響力士やってる。 「お相撲さんであればそれでええやんか」<laughs> 何をそれ以上求めるのって存在がいるみたいで「もう立ち悪いんすよ、お願いしますよ」つって「町岡さんこのあとんかちゃんこ鍋屋予約されててそこで一人で来いって言ってるんですけど向こう3人なんですけど」みたいな「ちょっと来てください一緒に」って「いや俺なちょっとめちゃくちゃ大変やね今あのー、今短編映画撮ってるこの子,の子役の子が外抜け出してやなお前。 それも全然探せてない状態になって「お願いします本当十10分だけでいいんで」言うて「まあ行くわ」言うてライブ終わった後に一緒に向かったんですよちゃんこ鍋屋河津掛けっていう名前のとこやったんですけど思いっきりバトルタイプの技の名前やんけよ思ってそこで鑑賞用のお相撲さんが待ってんねや思ってで入ったら2人いたんですよね離れて2人いてこうなんかたまにいるじゃないですかもみあげこんなお相撲さん 結構髪の毛もなんか「曲げ」を言ってるんですけど言ってない感じのやついるでしょ寝起きみたいなやついませんでこのもぎみやげみたいなね「えー、森不動」ですっていう「森不動」って「森は動かない」と書いて「森不動で」でそっから離れて俺びっくりしたんですこの「森不動」はちゃんとそのお相撲さんの着物を着てるんですよで体もちょっとあ筋肉質やろうなって着物の上からも分かるような感じで離れたここにね割と細身の。 イヤリングしたやついるでショートカットの黒でなんか薄くアイラインみたいなのしてるんですよで完全にお姉やったんですよでこいつが「戦う」ってあの剣道の方の刀剣の方のさ戦うで「戦うは悲しい」って書いてトーピってやつもうお相撲さん善としてる森不動とちょっと離れてトーピがいます。 ここにイヤリングじゃん金色のトーピンで俺あ二人ですか三人って聞いてうわーと思ったんですけどその間にちゃんとクソでかい力士を折ったんですよあまりにでかいとね壁やと思うんですよマジで景色やと思うのよほんまに折ったんですよはっきりバカでかいやつがもうこのここの二0話後でもう一個顔をこう生み出してみたいな永遠こう生み出せそうなやつがあるんです もうえげつないもう小錦どころの話じゃないよ小錦プラス4 0キロあると思います本当にえげつないやつがいましてこいつがえー、ええー、え汗を忘れた殿って書いてある「漢房伝」ってでずーっとなんか目つむっててもうしんどいんでしょうねもうここしか見えてない状態でもうずーっとこんな感じで「うーんうーん」みたいなやつちゃんこ鍋用意されててなんかお肉とかもあってみたいなあーごめんなさいちょっとあの なんかすごい憂鬱や言うてすみません俺が来てなんかもう3人とも誰っていう感じで当たり前じゃないですかでもう頭皮なんかちょっとなんかずっとこうにらんでるんですよもうずっとそのうっちゃりのことあのどういう感じで呼び出されたんですかいやーっっ森不動うっちゃりがね最近ねテレビで出してるでしょネタ番組 で、相撲は楽しいみたいなことをやってるじゃんだ、ね、タて。フリップネタを押してさ決まり手がどうのこうのみたいな広められると困るんですよって鑑賞用やから <laughs> あの戦闘用ばっかりのねイメージを広められるとちょっとねごめんなさいちょっと声荒げちゃってまあ常識ある感じやすたら不動ごめんなさいちょっとねあのもう困るなと思ってちょっとやめてくれるっていうのをちょっとうっちゃりくんの方に。 まあ前からちょっと僕のほうが付き合いあってで普段はあれだね戦闘用のほうと結構飲みに行ってるんだよねはい、うん、それもやめたほうが悪影響だよ戦闘用との、うん、ごめんなさいあ,のあなた方観賞用のお相撲さんってことであの相撲を取らずの非力士って聞いたんです相撲を取らずの非力士、うん、それはそのどれぐらいいるんですか他我々だけです我々だけです いつもアシュやったんですよ <laughs> あなたね完全にお俺なんでトーピあなたね意味はがトーピ森不動トーピ <laughs> 手出てるわよ本当に森不動がいるから手出ないわけわかんねわけわかんないネタしないでネタパネとかで やめて本当にトーピトーピやめろごめんなさいいやあのー、やっぱり悲しいです戦闘用ばっかりがフューチャーされてもうお相撲さんなんですよそれで許してもらえませんかいや許すとかじゃなくてあのー、バトル用がもちろんねその戦闘用がもちろんそのメジャーでみんなそれしか知らないわけなんです僕も初めて鑑賞用っていうのがあるって知ったし鑑賞用のってのあごめんなさい のの人がおるっっていうのも知ったしみんなイメージないと思うんですよでもめちゃくちゃ頑張ってるって聞くんですよ稽古ももう千百ぐらいに頑張ってっていうそれでものすごい強い相撲人になるってすごい素晴らしいファンもいっぱいいますし国技じゃないですかだからダメなんですよいや戦う必要ないんですよ私はこのお相撲さんという存在にすごく信頼をしてるからもうそれだけでいいんです。 戦う必要ないなんで戦うのか意味がわからない戦ってどこがありますかえっ見てくださいすんごく綺麗でしょわかります誰とも戦ったことないからすごくパッと見綺麗でしょなんかそのバランスもおそらくまあ首謀者ね自分で言うんかい思って。 首謀者の隣にでっかいやつそしてお姉美しいでしょいやでも3人だけなんですよねその鑑賞用っていうのが言って俺なんかそのいろいろ喋っていながらも一生いたいと思ったそ,そこに一生ラリーを続けたいと思いました思ったけどまあまあ時間は有限ですからねほんならねうっちゃにずっと下向いてたんですけどバン立ち上がって「僕はお相撲さんといっぱい知り合いがいて」 いっぱい飲みに行かせてもらって苦労話とかも聞いて本当にすげえなと思うんですよでお相撲のこと好きになって相撲いっぱい見て生で国技館も行ってで自分も相撲芸人やらせてもらって本当にみんなすんごい努力をしてて常任では考えられないレベルの本当にすごいんですよだから俺もあなた以上に相撲のことを愛してますよつって勇気出して言ったんです ずーっと「漢方殿」はもうずっともうずっと何も言ってないんですで「うーん」って初めて何か言いそうになった全員が「漢方殿」に譲ったわけターンをあ「なんか言うぞ」って漢方殿が「うーん黒霧のロックだな <laughs> 飲み物話やったんですよ!」<laughs> ずーっと飲み物で迷ってたんだ